こんばんは。かずやさん、ふっくらごはんさん、みまろんさん、はっとりさん、やするぱんさん、りんごさん、りちゃさん、はっとりさん、こんばんは。えずちゃさん、ぽんさん、ならにしさん、ぷりんとうさん、にしゃんさん、やーくんさん、まささん、しゅうちゃんさん、うどむさん、おてもちゃん、きりどんさん、どんちゃん、ビリーさん、くにさん、けんじさん、えんじょうさん、こんばんは。ひろせまるさん、ふるやさん、あきやんさん、おとさん、ほりちゃん、そこのひと、ときめきこばさん、はね、花ゆきさん、えほげなさん、こんばんは。りかさん、あかへる、さんたさん、こたつねこさん、24フレットさん、こんばんは。デラローズさん、こんばんは。ストライプ、そう、しましま。ほずみさん、たけるくん、こんばんは。きんちゃん、こんばんは。今日は雨なので、毛量がバッサリです。雨の。サトルさん、キヨ兄さん、こんばんは。そう、なんか毛量が多い子みたい。 TikTok ゆきりかを褒めるコメントしてきました。見ました、嬉しい。そう、 TikTok を、初の TikTok を今日、公式の。ゆきりかのタンプレなかなかの人気商品だったんですけど、なんとか間に合いそう。何何、木体の悟りを聞いて予習してました。お、予習いいね。あ、 TikTok インストールした、このためにですか。沼ですよ、 TikTok 見出したら。あきてつさん、こんばんは。あ、みんなアカウント作った。4日ゆきりかのうちは持っていくねって、おツイッターで見た。めっちゃ可愛いやつ。たっくんさん、ぬっしーさん、こんばんは。ゆきりかとかぶりそう。何何、人気商品。コメント待ってます。そう、 TikTok は沼です。ずっと見ちゃうからね、関連でずっと。そう、 TikTok デビューです。 STU の公式のやつ。やっさん、こんばんは。のインフルエンサーさんの服？え、どのインフルエンサーさんだろう。私、インフルエンサーさんの服欲しいやつが今3つぐらいあるんですよ。今日、仲里依紗さんのブランドの服が21時発売だったんです。ちょっと話広げちゃいます。仲里依紗さんの服が21時販売で、私20時59分からスタンバイして、昨日会員登録までしたんですよ。なんか買う時に登録したら遅いかなと思って、事前登録もして待ってたのに、超サーバーが重くて、そう、どうやったら買えるんって思いました。そうなんですよ、事前に、そう、会員登録もしてすぐできるはずなのに重くて、 Wi-Fi つないでもできないんですよ。で、結局6分ぐらい粘って諦めました。そう、服部さん、ハートありがとうございます。え、そう、仲里依紗さんブーム来てるんですよ。 YouTube もほぼ全部見たんです。今仲里依紗さんブームなんですよ。多分もう売り切れてるんだろうな。
9時に粘ったけどダメだった。ハイパーさんこんばんは。8番ダイバー、あ、公式には入れたんですよ。でカートに入れて、カートに入れるところまでできるけど、カートの中身を見ることができないんです。そう、それでやめた。そう、急にブーム来た。ほら、カートの中身がありませんになる。ダブル中リンサさんのブランドにすればよかった。全然全然。しかもこれは、そう、カートに入れてその続きができないんですよ。そう。スーヤンさんこんばんは。ゆきりかブームが来てる私、え、嬉しい。どうしたらいいですか？もうそれは毎日見てください。え、決済前まだ売り切れてないのに今してもダメだった。カートに入れて、カートに入れるを押して、その続きができない。ソールドアウトになってる。あれ、さっき入れてきた。今売り切れた。今、あ、青はまだ残ってる。今売り切れました。今リアルタイムで。カートに入れたのにできないって言ってたら売り切れた。ピンクが、いえ、今売り切れました。リアルタイム実況。え、今ね、カートに入れたのに更新したら売り切れた。青か、青、青か。なんで。ミミテンさんこんばんは。ヒロさん、土踏みさんこんばんは。悲しい、私が宣伝したから誰かが買ったんだとか言って。葵さんこんばんは。でもタンプレで送れないんですよね。1万円超えるのばっかり。あ、青はいける。そうそうそう、1万円超えるやつばっかりなんですよ。青か。でも私の部屋ピンクだからな。サトシンさんハートありがとうございます。ピンクが人気すぎたってことか。まあいいや。ユースさんこんばんは。いいと思ったら1万円分。そうそうそう、高いよねコラボのやつって。帝国さんこんばんは。青はいいや。のりおさんこんばんは。めっちゃ混んでるでしょ。そうそうそう。え、でも水色も可愛いけど、
部屋がピンクなんだよね、私も。そうなんだ。父の日のプレゼントは考えてないです。え、ナイロンジャケット可愛いよね。しかも薄いらしいんですよ。超薄いらしくて、今の季節たまに寒い時に着るのにちょうどいいって言ってたから、なんかリンサさんがいいなって思ったけど、それはでも2万円なんで。レッスンに着ていく。私が欲しかったのはバッグです。バッグ、です。え、そう、ファンなんですよ。もう今ハマってるんです。一番欲しかったのはピンクのバッグで、そう、次が水色のバッグ。父の日だってお父さん何いるか分かんない。6月13とかでしょ。 もうちょい先かな。6月、まだまだ。アマゾンは1日2日で続くから、まだ。リチャーさん、アイスありがとうございます。そう、バッグは8000ちょっとなんですよ。だから自分へのご褒美で買おうと思ったんです。青も売り切れた。なんで。青が売り切れた。コーギーさん、こんばんは。今すごね、今この配信始まってから2個売れました。2個売り切れました。青、そう、悩んだらダメだね、これは。とか見てるからね。そりゃ売り切れるよ。あーちゃん、こんばんは。あ、でも明日受注販売しますってなってる。っていうね、みんなどうでもいい話を今してます。悩むってことは、ゆきりかの買い物方式で言ったらまだ欲しくなかったのかも。確かにちょっとね、ゆきりかのまだ金銭感覚じゃちょっと高いんですよね。だから迷った。むしこっちさん、こんばんは。そうそうそう、 T シャツ1万円だから、まだちょっと私の金銭感覚だとちょっと高いんですよ。だからちょっと迷ったら売り切れた。T シャツは6000円までです、まだ。そうそう、カバン8600円なんですけど。こんばんは。れっちゃんさん、こんばんは。ね、ちょっと悩むよね、大人にならないと。もうちょっと大人にならないと爆買いできない。コンビニが今日閉店して、昼食何人になりそうです。あ、いや、他にないの。私配信前にさっき一番近いコンビニに行ったら、カフェラテを求めて、カフェラテが売り切れてて、ちょっ
ちょっと遠いところまで行ったんです。配信間に合うかなと思いながらギリギリ50分頃帰ってきました。無事ゲット。まだ飲んでない。もうカフェイン中毒すぎて、まあカフェラテだけどこういう系を飲まないと。一着1万円の服はワンピースとかならあります。 T シャツはないかも。え、ぬるくなってないよ。さっき買ってきたばっかです。50分とかに買いました。21時。しかも雨降ってたんですよ。ズーミンさんこんばんは。リップがつく。アウターならあるね。ワンピースならありますよ。でもワンピースだったら上と下買う値段プラスしたら、まあワンピースなら許せる。1万円だ。ゆきりこの金銭感覚はまとも大事にしました。そう、まともですよ。ちゃんと足のサイズ 24.5 です。24、でも24も入りますけど 24.5 です。中堅さんこんばんは。ストライプとボーダーの中間、これ襟です。これボーダーですね多分。これはここは襟なので縦みたいになってます。相馬さんこんばんは。ワンピース、雨の日は髪の毛がまとまりません。と横です。私がなで肩だから、なで肩肩がね多分狭いんですよね。もうちょっとこうなってればいい感じにならないのかな。多分肩狭いよね、わかんない。こんだけもうちょっと肩があったらいい感じになるかもしれない。カムカバーさんこんばんは。マッキーさんこんばんは。なで肩かどうかわかんない。なで肩じゃないかも。MM さんこんばんは。吉かなさんこんばんは。おしゃんな服なんだけどね、肩がもうちょいあった方が着こなせそう。こんな感じでもうちょっとこれが握り拳1個分ぐらい。今のポーズで撫で方、肩幅。ゆうじさんこんばんは。今日は雨が降ってたから除湿をつけたんです。ついにクーラーじゃないけどジメジメするから除湿をつけたんです。今23度部屋。効きすぎてるかな、ガンガン。23度。そう、エアコンはそうつけたくないけど暑くて雨降ってるからジメジメしてるなと思って、布団洗濯しようと思ったけど今日雨だからやめた。干せないじゃんと思って。おはようメール送ってる時には雨降ってるの知らなかったんですよ。多分知らなかった気する。だから今日は布団を洗おうと思ったけど雨降ってたんです。
ロン何試し運転、え、でもしなくてもつい最近まで暖房つけてたから全然そのまま使えると。モリオさんこんばんは。金曜松山行くけど観光パンフってどこに置いてるんだろう。どうやって松山行くの？バスとか船とか。船だったら船の中に観光パンフありますよ。え、除湿涼しいよ。23度です。やばくない？27点何度あった部屋が23度です今。超涼しい。だから長袖です。暑そうな長袖を着てます。ね、23度低いよね。23度になってた。電気代怖くないのって。まあもうそこは諦めです。除湿って高いっけ。23、25ぐらいにしようかな。松山空港とかにあるって。なんか結構しっかりとした観光パンフみたいなのがあるんですよ。ルルブみたいな無料の本になってる観光パンフレット置いてるんですよ船に。すごくない？6ページぐらいある観光ブックみたいなのが無料で置いてるんです。それを見ながら愛媛旅行できるんですよ。すごーと思って、これ無料でもらえるのみたいな。タウン情報の薄っぺらい版みたいなのが無料でもらえるんですよ。私はリモコンもどこにあったんだろう。リモコン、ちょっと見当たらないんでいいや。え、そうそう、タウン情報松山。四国麺のアンバサダーパンフ SDU のタウン情報松山。確かにタウン情報松山買ったら私が載ってます。愛媛の観光ブック。トモラブさんこんばんは。先月電気代5000円超えてた。なんでだろうね。先月は暖房も冷房も使わないはずなのに。すみさんこんばんは。そうね、まあ、あのお金出して買えば全然コンビニに売ってる。最近暑いけどなかなか半袖着れない。なんで。私は半袖ガンガン着てます。先月8000円高くない？先月って暖房も冷房も使わないからさ安いじゃん。へえ。私暖房も冷房も使わなかったらすごい安いですけど使ったらすごい高い。そういうプランなのかもね。私使わなかったらすごい安いんですけど使ったらすごい高いですよみたいなのがプランなのかもしれない。あ、店に寄ったらエアコン。確かに今エアコン効いてるもんね。お店ね、先月冬ならわかるけどね。先月8000円は高いね。
交通費だけで5万くらい使ってしまっている。へえ。でも私もめっちゃ使った交通費今年、今月。あ、でもそんなにだ。東京来た、それは交通費入りませんけど。日焼けしたくない、えらい、なんてえらいんだ。キッチン IH じゃないです。紫外線、確かに紫外線よりも、でも私暑いを優先しちゃうから。カズキングさんこんばんは。月1で実家に帰るぐらいがいい感じ。そうね、月1ぐらいで帰れたらいいなって思ったけど、今月は交通費が残念ながらかからなかった。どこも来てない。近場ってこと？老犬まんじゅう食べたことあると思う。あるある、あります。来月の交通費は。ハズキングさんこんばんは。近場なのか。エリックさんこんばんは。そう、もわめでまい感しました。手料理みたいな。6月7月と連続で広島に行く。そう、5周年があるんですよね。そう、 iPad、 今日 iPad です。イエス。iPad は画面が超でかいから結構右を向いて配信してることになってるんですよ。コメントがこの端の方にあるね。オンラインお話会はどっからでもできるから交通費がいらない。 MP44 さんこんばんは。昨日まで広島にいて、また今週末。めっちゃ広島じゃん。昨日？ゆうたそさんこんばんは。生誕祭の先行申し込み6月1日まであと2日です。今日の服、そう、襟だけど全然見えないね。襟です。コナさんこんばんは。交通費がいらないオンラインお話し会どうですか皆さん。関東お話し会、そう、襟なんですよ。襟に見えないよね。襟です。ゆきりか生誕祭前日に宮島全力で楽しむ予定、予約。宮島。カズさんこんばんは。顔シュッとしたって。どうなんだろう。服いつもどこで買ってる？
これはなんかチコみたいなとこです。チコみたいな。読み方。チコ。チコで合ってんのかな。チコってところです。あ、知ってる？そう、チコはあそこにあるんですよ。パルコ、広島のパルコの上の方にありますし、ゾゾタウンにもあります。行って買ったりゾゾで買ったりしてます。ゾゾもあるけどお店もあるんです、近場に。だからパルコにあります。あとはどこで買うっけな。どこで買うか。最近服買ってないな。買ったかな。買いに行くとメンバーに会うことある？それはないですね。結構でも最近メンバー出歩いてないかも。昔はめっちゃ会ってたんですよ、本通りで。ほぼ毎日ぐらい本通りにメンバーいたんです。会わないっていうか私が行ってないのもあるけど、全然行かなくなった。みんな通販とかそれこそドゾタウンで買ってる。着る場面が増えてきたから最近服買ってる、ね、服いっぱいいるもんね。そうそう、ね、私も夏服をそろそろいっぱい買わなきゃって感じです。半袖もね。うっちーさんこんばんは。本当に魅力がなくなったのか。まあそれもあるし、それもあるしじゃなくて、その人混み控えてるのもあるし、暇じゃなくなったのもありそう。そんなに。あとゾゾタウンで買えるじゃんみたいな。ヨネシーさんこんばんは。でも行き過ぎて、でももう行くところもなくなったのもあるんですよ。そう、最初の頃はなんか珍しいからいろんなとこ行ってみたくて結構行ってたけど、もう知り尽くしてパルコも何十回行ったことやらって感じなんですね。丸いおっさんこんばんは。前本通り5往復ぐらいしたけど誰とも会わなかった。え、もう最近全然会わないと思う。自分も本通りもうずっと行ってない気する。あ、そんなこともないかな。そんなこともないかもしれないけど、あんま滞在しないですね。必要最低限しか言ってない。岩ちゃんこんばんは。デパート？デパート？そごうみたいな。あんまでも行かないな。なんか変わった？なんだろう、具体的に言ってくれないと。メテオラさんこんばんは。マトネイさんこんばんは。
ごみ。もう用事がないんですよね、本通りに行く。全然髪伸びた。でも今日は雨だからちょっと毛量多く見えるとかかな。ペーさんこんばんは。ユギリカ色白くて羨ましい。あんま外に出なかったらいけないです。私あんま外出ないので。今日はオイルも何もつけてないんですよ。オイルつけたらもうちょっと落ち着きそうだけど、まあいいかな。本通りに劇場、どこがいいんだろうね。劇場って広島の。修二さんこんばんは。私は毛量少ない方なんですよ。雨の日はパサついて多く見えるんです。本通り、本通りでも作るスペースある？どっかの。あそこいいじゃん、あのドンキ前の広場、パルコドンキの間の。関さんこんばんは。クレープ売ってるところ。タクヤさんこんばんは。6月15日お休みが取れなかった。ありゃ、まあ仕方ないです、平日なんで。治安、え、でも劇場できたら治安良くなりそう。あそこなんもないからたまり場になってるけど。プーさんギフトありがとうございます。新しいギフトだ。本当に歩いても出会わない、もう出会わないと思うよ。もう行かない。あと仕事ある日に出歩いても絶対出会わないですし。無理です。禁止されてないけど、行くタイミングとか用事がないって感じ。初期のあの暇な時は目ついてたけど、もうね、服は ZOZO で買えるし、行く用事がないんですよね。可愛いギフトありがとうございます。車でやることも少なくなった。へー、確かに。あんま外出しなくなったのかな。高尾さやか34号さんこんばんは。リコ、私もメンバーにいっぱい会ったことある。先月ぐらいはあの研究生を見かけました、街で。キャー、水がタポタポになってる。濡れてんじゃん。グミ買った。なんかこの水滴です、この水滴。
かる、このこれ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 がいっぱいついてる。きゃー、なんてことだ。研究室に話しかけてないですよ。桃、あ、そう、カフェオーレ我慢しようと思って、昨日、まあ、昨日買ったんですけどね、昨日決めたんです。ちょっと甘いもの控えようと。だからこれならまだそんなに糖分少なそうと思って、ミルクと砂糖なしです。一応まだマシそうと思って。ポン太郎さん、こんばんは。そう、自粛。ラーメン、ラーメン、へえ、ラーメン禁止結構いいと思うよ、痩せる。なぎさん、こんばんは。糖質制限しようかな。なんか甘いものを取りすぎな気がしてきたんです、急に。やばいと思って、病気になってしまうと思って、今さら。まあこんなこと定期的に言ってまた始まるんですけど、いつか。オートミールとかは食べない、甘いものを禁止するだけ。ご飯はバクバク食べます。りょうくん、こんばんは。猫ひでさん、こんばんは。そう、別にダイエットがしたいわけじゃないので。そう、ついに気づいたんです、私は。そう、31ぐらいなら、まあまあ。まさひろさん、ギフトありがとうございます。親から言われてないです。そう、気づいちゃったんです。あ、ご飯がダメなの？ご飯が糖質？じゃあ何食べたらいいの？31ぐらいはいいでしょ、別に。1、2個ぐらい1日に。マイドさん、こんばんは。そば、え、米、私今日米2個食べたよ。31のおすすめはもうポッピングシャワーです。あとはでも新作のなんかグミみたいなやつ、スライム、スライムのグミみたいなやつ食べたいと思った。ゴディバもちょっとぐらいなら OK です。白米は普通に食べる分は問題ない。だってお弁当2個ってことです。え、米もさ、米までダメになったら食べるもんないじゃん。米はいいんだよ。そう、ダイエットをしたいわけじゃないんです。ちょっと病気になっちゃうから甘いものを控えようと思って。カレーパンスターハンみたいなことしなければ。うん、また言い訳タイムに入るんですけど、確かに今日弁当2個食べちゃったけど、夜ご飯に1日で通したら1日で私弁当2個しか食べてないんです。そう考えたら一般人に比べたら食べる量少ないんじゃないかなとか思ってきて、多分普通です。1回ちょっと量多いだけで、私1日でそれだけしか食べてないから少ないです。十何時間空けるダイエットみたいなの知ってるし、無意識に。プラマイゼロ、夏
なんか十何時間空けると痩せるみたいな、食べた後にそれやってるんですよ。だからそんな太らない。そう、一般の普通の食事をしている方です。私は偏食です。私があの芸能人みたいな感じで一般人って言ってるんじゃなくて、偏食人ってことで、普通の食事をしている人を一般人と言います、今の界隈だと。だから食べ過ぎてはないんです。弁当の内容によるカレーとチャーハンです。そう、私が偏食人でそれ以外が一般人です。一般の食事を普通にする方です。私一般人じゃないです。ご飯偏食人です。チャーハンは食べれなかったから残してます。配信終わったら食べようと思って。野菜食べないのは偏食人です。私も野菜食べないのよ。野菜も食べなきゃ。野菜って食べたくないもんね、できれば。プーさん、かわいいギフトありがとうございます。やばい、どんどん温度が下がってきている。22度。そう、夏は食べれなくなるから今のうちに。そうね、野菜食べないのに細いのはなんでって。まあ、そんなに細くはないですけど、それはだからその何時間ダイエットをしてるからです。何時間空けるダイエットみたいな。12時間空腹ダイエットみたいな。時間空けすぎるとお腹に肉がつきやすくなる。まあ人それぞれです。私はあの大丈夫。一日一食は一般人じゃないです。それは偏食人です。一日一食しか食べてないの。エビフライカレーめっちゃ美味しかった。そう、カレーの方が好きだった。私今日のご飯カレーは完食したけど、チャーハンは食べきれなかったのでまだ残ってます、半分ぐらい。そう、朝9時に食べて夜9時に食べる。そう、略ですね。夜9時に食べて朝9時まで何も食べないです。まあ同じだけど。エビフライカレー美味しかった。カレーココイチじゃないです。高森さん、こんばんは。ちょっと健康に気をつけようと昨日思ったんです。私は甘いものは控えよう。だからケーキとか控えます。でも私はあのこの時間に配信してるので、まあおかしいんですよ、偏食人なんです。だから夜12時に食べたら朝の12時まで何も食べないんです、私の場合だと。0時に最後に食事をして朝12時まで食べない。金欠のレイさん、こんばんは。寝る前に食べてないよ。寝る5時間前とかに食べてます。私でも甘いものそんな好きじゃないんですよ。カフェオレぐらい。スパイファミリーのステッカーゲットした。見つけたのね。やったじゃん。金欠じゃなかった？金欠だよね。私甘いものあんま食べないんですよ。アイスももともと食べない人間だったし。そうそうそう、最
最近ちょっと食べてるけど、この1ヶ月で、ね、5月もともと食べなかったし、チョコとか食べないでしょ。意外とケーキも全然食べないんです、普通だったら実家にいない限り。あのスイーツコーナーとか見ないんです、最近。ここ3ヶ月ぐらいスイーツコーナー食べてないです。チャイナ可愛かったんです、ありがとうございます。甘いものよりもなんだろう、甘くない系の方が好きなんです。ザガリゴとかデイリーヤマザキ、デイリーヤマザキ薬局、プリンもほぼ食べてないですよ。プリン最後に食べたのいつだろうって感じです。あのコロナになった時にプリン1個食べたけど、それぐらいです。そう、しょっぱいものが好き。間食は韓国海苔とか。お酒も飲んでないです私、えらい。あ、やばい、22度になったよ。22、塩分の多いものが良くない。じゃあ韓国のりダメだね。何がいいか分かんないな。でももう何がいいか分かんないから何も食べない。嘘です。でもそうなりそう、本当に悩んでたらそうなりそう。いやもう何も食べたらいいか分かんないから、もう何も食べるのやめろってなりそう。ヤスルーパンさんハートありがとうございます。まあ私はそこまで追い込まれてる人間じゃないので食べますがね。もう何がいいか分かんないからもう何も食べないってなる。プーさんかわいいギフトありがとうございます。卵？ゆで卵ってこと？ヒロさんこんばんは。野菜とお茶か。野菜ジュースあるんだよね今大量にね。野菜食べれる人間になろう。野菜生活しよう。俺には無理。まあね、でも幸せにいっぱい食べたいもん食べて、まあ別にもう早死にしようがもう今の幸せを取るっていうのもあり。体型を気にせずたくさん食べて スタイルを維持している人が羨ましい。でもあなた太ってないじゃん。まあ結局体質ですよ。食べた後すぐ寝たりしたら太ります。ピザ食べてます。いいな。グッチョブさんこんばんは。食べた後すぐ寝たら太るよ本当に。一回食べた後すぐ寝たらちょっと太ったんです。私食べた後すぐ寝ないんです。ポロタンこんばんは。アグニさんこんばんは。そう、食べてすぐ寝たらほんと太りそうだからやめた方がいい。今日何時まで起きてるの？でも私明日普通にあれなんですよね。休みじゃないです。
からそんな夜更かしはできないけど、やらなきゃいけないことはある。おすすめのネットフリー、なんだろう。レッスンじゃないです、お仕事ですね。ネットフリックレッスンじゃないよ。昨日は影踏みっていう映画を見ながら寝ました。見ながら寝たので記憶はない、ストーリーの。なんだろう、楽しみにしてる。公表されないやつですよ、楽しみにしないでください。公表されないやつです。そんな、カロリー控えめ用の商品。怖い映画じゃない気する。公表されないやつです。そう、まああんま言えないけど。じゃあ男女読みます。13位中堅さん、12位ゴーエースさん、11位ゴーンさん、10位アキアンさん、9位ミニマロンさん、8位ルイさん、7位ジャクソンさん、6位ライダイさん、5位デラローサさん、4位医科学研究所さん、3位服部さん、2位ヤスルパンさん、1位ウドムさん。ありがとうございました。そう、公表されない仕事もあるんですよ。それではおやすみなさいませ。やぼうかなって、やめてくださいよ。あんま言えないけどさ、その企業さんでのライブとかファンが入らない、そういう系のやつです。あんま言えないけど、そういうやつ、ファンの方が来ないどっかの会のための会でのライブみたいなとか、そんなニュアンスのやつです。理解してくださいよ、裏の仕事とかじゃないです。なんでそうすぐ言うんですか。そんな怪しいことではないです。それでは、例えばなんか学校向けのなんか講演みたいな、会講演講習みたいなとかもあったことあります。そういう高校生向けのなんか将来の仕事について語るやつとか、そういうのさ、ファンの方入んないじゃん。そういうやつですよ。なんでそんなに言われなきゃいけないのか分かりません。